本日は山手鉄道を愛できるものをご利用いただきまして誠にありがとうございました。お年物をお忘れ物をご覧の通りをご注意ください。会津高原お出口、会津高原お出口でございます。お出口は左側です。こちら会津高原プラザ憩いの家さんで出している三種合体麺といううどんとそばとラーメンが全部同じ丼の中に入っている麺があるらしいんで、それをいただきたいなと思います。こちらが今回のお部屋です。これが湯の上温泉駅の駅舎ですね。これから大内宿行きのバスに乗ります。大内宿やっと来ることができました。
見てください。大内宿のすべてがここから見渡すことができます。こちらの本家玉屋さんでネギそばいただいていきます。再び井の上温泉駅に戻ってきました。次の電車に乗って一つ手前の駅に向かいたいなと思います。道のへつり駅やってきました。近くまで行ってみたいと思います。やってきました。ここが道のへつりです。で、冬場は富士見橋の手前までしか行くことができないそうです。なんですけども、すぐ近くに展望台がある道のへつり全体を見ることができると思うので見に行きたいと思います。展望台にやってきました。展望台から見える景色こんな感じになっています。会津川口駅到着しました。いやー、それにしてもびっくりしました。見てください、この眺望。花見川がゆったり流れている。壮大な景色を見ることができる素晴らしいロケーションです。本来であれば3つの橋が10年以上前の集中豪雨で流されてしまっているので、全てお見せするのがやるべきことだと思うんですけれども、スケジュールの都合上3つの橋をレポートするだけの時間的余裕を持ち合わせていないんですね。なので第五只見川橋梁の復旧具合だけでもお見せできればなと思っています。これが復旧工事を終えて新しくなった第五只見川橋梁です。
現在地なんですが、東武鉄道の終点の新藤原駅にいます。実を言うとここで撮る予定はなかったんです。予期せぬ不運が2つ重なりまして、まずは東武鉄道の特急リバティの特急券満席だったために確保できなかったんです。さらに不運が重なりまして、東武鉄道の五反野駅周辺で人身事故があったということで、特急リバティがずっと止まったままです。どうやらあのバス、この旅動画の目的地である国の重要伝統的建造物保存地区に向かうようなので、あのバスに乗って目的地に向かいたいと思います。こちらが2日間宿泊利用させていただくお部屋です。それでは小田との展望列車に乗車したいと思います。Thank you.
偶然でしょうか。半年ぶりに再会しました SL 磐越物語 C57 貴婦人に出会いました。マルショーの2階にやってきました。1階も童心に帰ったような気分にさせてくれたんですけれども、どんな体験ができるのか本当に楽しみなので、ゆっくり回ってみたいと思います。図書室の内部こんな感じになっています。最後に5、6年生の教室見て回りたいと思います。